こんばんは。こんばんは。杉山のり子さんですね。そうです。杉山です。はい。はい、アート展、また高橋先生、はい、とのご縁っていうのは、はい、どういうところからあったんでしょう。実は、うん、私に2人娘がいるんですけれど、うん、娘が高校教師をしてまして、うん、でプラスやっぱり子どもの面倒を見ることでご縁をいただいたのが、うん、主に病院関係やお寺の子どもさんの子どもの勉強もちょっとご縁をいただいて見させてもらってたんです。でいつもはすっごく小さい頃から活発な娘でして、はい、うん、病気知らずっていうような娘だったんです。でそんな娘が、うん、だんだん家に仕事が終わって帰ってくるといつもと様子が違うなっていうことをちょっと私やっぱ母親なので感じ取ったんですけれども、話しかけるとやっぱり娘はもう何かにちょっと取りつかれたような感じで、だんだん部屋に入ってしまったり、これは何かあるのかなと不安を抱えたんです。でそんな時にある私の知人が前に病気にちょっとなりまして、いろんな病院にお世話になっても治らなかったっていう時に高橋先生のところですごくいい解放に向かっていて、その当時も先生とご縁をいただいていることを頭にふっと浮かびまして、うん、あ、それ聞いてたわけですね、そういう話をね、はい、ですぐにその方に連絡を取らせてもらったんです、うん、でたまたま連絡を取ろうと思った時に不思議なことで、その方が農業をやってまして、私たち家の畑なんかもちょっと作ってくださってたんです。なのでちょうどその方が電話をしようと思った時に我が家に来てくれたんです。なるほど、なるほど。それもすごい不思議なご縁だったんです。ちなみに保育士をやってらっしゃるんですよね、杉山さんはね。はい、そうです。はい、でまあ、農業ってちょっとこう家庭菜園みたいなことをやってらっしゃるんですか。実は私の嫁いだ家はお姑さんとお姑さん農業を頑張ってる方です。なるほど、なるほど、そういうことなんですね。で私たちもお茶農家が主だったので、自分の仕事を持ちながらもそこも少し手伝っていたんですけど。なるほど、なるほど、わ、はい、かりました、はい、でまあその人のご紹介で、はい、何年前ですか。6年ぐらい前ですか。そうですね、6年前、はいに、まあ高橋先生の、はい、まあ、治療所にいらっしゃったと。はいはい、でその時にはもう娘はもうすごくそこには来るのを拒否しましたね。でどうしてもという思いから、うん、私と主人と妹の方がもう一緒についてくる形で先生のところに、本当に最初はもう強引だったんです、はいはい、で娘のその気持ちも無視した形で、何が何でも元気になってほしいっていうことから、その当時のことを思い出すとちょっと涙も出ることもあるんですけれ ど、それはでも高橋先生に会って、それから、はい、無理やりこう連れてったんですか。いや違います、もう最初から、最初から、はい、そんな行ったこともないところに、はい、でそれはなかなか無謀でいいですね。無謀です。性格がそういう無謀なとこがあるので。素晴らしいですね、はい、それで先生のところに来らせていただいた時には、うん、もう私も入った瞬間から不思議なところに来らせてもらったのなっていうのは正直な気持ちだったんですけれど。そんな変なとこだったんですか。いや変とかではなくて、うん、何か上からいろんなものがこうぶら下がってるというか、いろんなことで先生の手招きとか動きとかね、ちょっと不思議なとこだなと、不思議なとこだなと思ったんです。なるほど。で布団ももう5枚くらいバーッと引かれていろんな治療されてるんですけど、でも私自身が絶対にここに来たら治してもらえるっていう確信がなんかその来た瞬間から起こったんですか。はい、なるほどね。それで、うんうん、娘だけではなくて、うん、共に主人も私も、うん、下の妹も同時に治療をしていただいたんです、うんうん、なるほど、なるほど。そこからだったんですけれど、1回目はやっぱり娘はすごく拒否状態を起こしたんですけれども、もう先生が
近くしてどんどん連れておいでって言ってくださったんです、うんうん、もうその言葉をすごく信じて、うん、本当に嫌がる娘をもう待ち伏せして、うん、もう強引にこちらにお世話になることがなったことが、すごく今度娘がもう治療していただくたびに元気になってたんです。で先生が大丈夫だよって、今度はもう自分からあの先生のところに来るようになるよっていうお話を私ももう信じていましたら、本当、うん、なんと 4,5 回目くらいからは自分から先生のところにあの伺って、先生の力をもう信じることになったんです。なるほど。であのそこからのご縁だったんですけど、じゃあもう今娘さんはもう元気になりまして、あの本当におかげさまで先生のお力で、もうおかげで今結婚もして、あそうですか、もうすぐあの母になります。孫がおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、それもやっぱり本当先生とご縁をいただいたことが本当に結びあの月も本当先生のおかげでいい方とご縁をいただき、で今も娘ともどもお世話になっているのが、あの今現在私たちがこう幸せに暮らしていけるのも、もしその時に先生とご縁がなかったら今の私たちって本当に正直なかったと思ってるんです。なので自分自身もあのひらめいたことと強引さも良かったなと思ってます、ね、良かったですね、はい、本当にね、素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、なんか